思い語っていただきたいと思います。一段高い段から失礼いたします。私が杉山氏本人です。今日立憲民主党公認で県会議員選挙に立候補してまいりました。本日が初めての方もいらっしゃるかもしれませんので、私の自己紹介を少しだけ。私は56年前静岡の南町で生まれ、1歳半にここの富士見台の地に移ってずっとこの地でいます。地元の富士見小学校、高松中学校、静岡東校を出ました。小学校6年生の時に父親を肝臓まで亡くしですね、母子家庭ということで、進学、大学進学を断念してですね、18歳で県職員に就職しました。いろんな部門を経験し、平成6年からはそこの有明町にあります、当時は中部民生事務所と言いました。その後子ども家庭相談センター、そういった福祉の県の部門の現場で働くことになりました。最初は障害者福祉、次に児童相談所、また障害者福祉、児童相談所では当時は不登校、また重い障害を持ったお子さんのお父さんお母さんとの相談、そういったことをですね、たくさん経験してまいりました。障害者の福祉の方ではですね、こちらの方は、年齢が高い方が多いわけなんですが、その方の生活支援、また経済的支援、いろんな相談を受けてまいりました。20年間ずっとですね、私この福祉をやってきたことが今の私の財産となっていろんな部門で帰ってまいりました。先ほど富士見産業所から通ったんですが、そういった富士見産業所、地元に障害者の通う通所の施設があるんですが、そこはですね、本当に細々とやってたところにですね、私が指導してですね、助言させていただきまして、今はちゃんとした、そういった施設になった、そういったこともたくさん手掛けてまいりました。私は医学福祉の現場で頑張ってきた。特に今日の新聞に賑わしております児童の虐待の問題、県の権限をたくさん受けます。外部の人を使ってですね、弁護士さんの力を借りて、お父さんのクレームに負けない体制強化を図っていく。今日の発表では柏市の幹部の方が、教育委員会幹部の方が処分された。処分もいいんですが、処分の前にどうしたらいいんだ今後、そういったところをしっかり提案をしていく、それがですね、現場を知っている私の役だと思っております。高齢者の福祉の問題ではいろいろあるわけですが、本当に私は振り込み作業をなくしていきたい。そのことだけ、一言だけ、警察の権限も県の権限です。しっかりとしたその権限、発言をしてですね、静岡から高齢者の希少な労働の資金が守れるよう、情報発信、また周知活動を頑張ってまいります。次に地元のお話をさせていただきたいと思います。ここから約1キロ先、南側になりますが、まもなくスマートインターができます。そのインターの名前は日本平不動山インター。名前は長いですが、今までのスマートインターとは違って、バスも大きいトラックも利用できるそうです。問題はそこに行く道路が、私たちの近くにあるこの道路と、もう一本東側にあるんですけど、2本しかないと言われてます。どういった流れになるのか、交通量が増えるのは確実ですが、どの程度増えるのか、混雑がどうなるのか、この道路の問題は静岡市の問題ではありますが、私はもし当選できれば地元の議員として当然その話には加わり、地元のためにですね、安全な富士見台トロ、この富士見ランクを守りたいと思っております。しっかりやってまいります。最後に、国政のお話を少しさせてください。真っ当な野党が必要です。安倍さんの暴走、本当にすごいです。300議席を背景に、私は一番許せないのは財務省の官僚ニュースを言わせ、その2人が心の病となり自殺をしていて、それに対して安倍さんも安倍昭恵さんも平然としてられる点が許せません。同じ働く仲間として、上司が嘘をつけと言われて自分の両親の間で悩む、そういうことは何となく気持ちで分かりますが、なんで死んだんだ、死んじゃいけないんだと思いながら、そうした人の犠牲で今安倍政権が延命している。やはり真っ当なやつを増やし、しっかり追及できる、そういったことが、日本の政治には今必要ではないかということです。最後に原子力発電所の問題です。ここに立派に書いていただきましたが、私はですね、ずっと前からこう原発の問題本当に興味を持ったし、自分でですね、しっかり学習してまいりました。 3.11 東日本大震災、安倍の直後に福島原発事故が2日後に爆発し、多
の方がまだですね、自宅に戻れないわけですね。それで今も燃料がむき出しになってですね、大量の水で冷やして全部が回収できませんから、海に汚染水が垂れ流しになっている、そういう映像も皆さん見たと思います。地震とこの原子力発電所が共存できなかったことがはっきりしました。あの時多くの日本人は、これからの日本はもう原発に依存しないんだ、誓ったはずです。しかしいろんな動きが今ある。その中で幸いにして今中部電力は原発ゼロで8年間安定的に電力の供給ができています。難しいことをするのではなく、今のこの8年間やったことをずっと続けてほしい、それが私たちの願いであり、大きな地震を東南海地震の震源域であるこの静岡、ここの議員さんがですね、果たすべき安全、まずもって原発に依存しない社会を持続させていくこと、そのことだと思っております。防災対策も重要ですが、原発の問題なくして地震防災は語れません。そのことを強く申し上げ、まずもって原発に依存しない社会の持続、それを日本に広げていく、日本全体が原発に依存しない社会を目指して頑張ってまいります。私一人は微力かもしれませんが、立憲民主党、全国でたくさん議員が立候補しています。一緒になってですね、原発を目指していく、そのことを強く申し上げて、地元のことも忘れずに頑張ってまいります。ちょっとこれで終わりたいと思います。すいません、ありがとうございました。総合選対委員長として熱い激を飛ばしていただいております元衆議院議員牧野誠秀様、お願いいたします。平日の日中大変お忙しいところ、このように大勢の皆さんにお集まりをいただきまして、ただいま新年あふれる、情熱あふれる立候補の挨拶をされました杉山さんの初陣を何としてでも飾って当選をさせてあげよう、そういう思いでお集まりいただいた皆さんにまずもって心から御礼申し上げます。本当に皆さんありがとうございます。最初に自分のこと言って申し訳ありませんが、私が県会議員の2期目の挑戦をしたときに、昔マウチのところにライフランドというスーパーがありましたが、そこの駐車場で出陣式をさせてもらいました。その時集まっていた仲間が170人です。その時に他の県会議員の候補者は小学校のようなプレハブの事務所を作ったり、本当に大きな事務所を作って選挙戦を待ち構え、出陣式の日にある候補者は2500人、その次の候補者は2200人集まった、それで選挙戦を始めた、そういうことです。私の親戚もいろいろな事情でそういう皆さんの選挙の事務所開きに駆り出されて行ったそうです。その選挙の出陣式が終わって私のところに来て170人しかいなかったもんですから、みんな本当に背筋がゾッとするような思いで私の選挙を見ました。でもその時選手の八百屋さん、魚屋さん、肉屋、布団屋さん、時屋さん、大勢の小売商や商店街の皆さん、あるいは私の在所は南川原市の農家だもんだから、あちらの方から農家の皆さんみんな応援に選手大変だそうだ、なんとか当選させやねえなんねえ、どうもよその方はすげえ人が集まって選手のとこ170人でこれは大変だ、そしてみんなで応援してくれて、あの時の選挙16人19席を目指して選挙戦やって、なんと私牧野選手がトップ当選です。トップ当選です。それはなぜかというと、みんなが形はそういったものに騙されないで、本当に自分たちの代弁者として県政に送るのは誰がいいか、みんな真剣に考えてくれた、
あの時その時弱い者の立場に立って一生懸命やる牧野選手が一番いいじゃないか、そうやってやってくれて僕はトップ当選したんだ。皆さん何を言いたいかというと、杉山さんは県の職員だ、一生懸命、まあこういう言い方すると申し訳ないけど、黙っていればずっと生活には困んない、ずっといける、そういう立場になったと思う。でもそこでもって弱い者の皆さんのために福祉だとかいろんなことをやっていて、どうしてもやっぱし今の職員という立場では自分としては限界がある、だから職を捨てて新しい道に向かって議会として税金をいただいて大勢の弱い皆さんのために役に立とう、そういう思いで意を決して実行したんです。私はその男のですね心意気に感じまして、選対本部長を名乗り出て受けてこの選挙戦戦っているわけです。僕は自分の持っている全てのものを杉山さんのために全部出して何としてでも当選をさせたいと、こういうふうに思っています。ただ他の候補者のことを言って申し訳ないけど、政令都市になったら、ね、選挙区が清水まで含めて全部でもって県会議員を選ぶなら、まだしも3つの区に分かれていいですか。他の皆さんは自分の住んでる地域のことだけ一生懸命やってれば大体当選できるような、そういう普段生活をしていて選挙区に、一番辛いのは環境だとか原発だとか憲法だとか、ね、そういう大きな問題、人間にとって大切な問題を一生懸命やってる人は小さい舞台の選挙に弱いんですよ。わかりますか皆さん。もう人類にとって人間にとって日本にとってそういう大切な問題を一生懸命やってる人はこういう狭いところの選挙には向かないんですよ。大変なんですよ。だからそのハンディを私は杉山さんと抱えてこの選挙戦戦っている、こういうふうに思います。だからこそ皆さんに選対本部長としてお願いしたいことは、よその選対の10倍以上の応援をしてくれないと私は大変だと思います。ですからどうぞ皆さん、お集まりいただいた皆さん、どうぞ皆さんの持っている全ての力を杉山敦史さんのためにお貸しをいただきたいと思います。一昨日私の携帯電話に枝野幸男さんから電話が入りました。牧野さん、何としてでも杉山さんを当選させてもらいたいと、そして杉山さんを日の一番で静岡で公認候補としたその理由は、当選をしていただいたならば今後静岡県の立憲民主党の中心となって全県下でもって立憲民主党の勢力を増やしてもらいたい、その先頭になってもらいたい、ということで私のところに電話がありました。私と枝野さんはまあ兄弟みたいな付き合いしてたんで、おお枝野分かったよ、俺だから一生懸命やってる、あの必ず当選させるからそっちからも応援してる、そういう話をしました。だからそれだけ枝野さんからも期待されています。皆さん先ほどからもご挨拶させたように、今の日本の政治はね本当に歪んでる、堕落している、これを正していくためにはしっかりとした野党がここで述べていかなきゃならないんですよ。その戦いを前にして今度この選挙でこの静岡で杉山さんが当選することによって初めてですね国政を私どもは変えていくことができると、そのように信じております。国政を変えるために戦うわけじゃないんだけれども、そのことをずっと見ながら地元のこの静岡市とそして駿河地域の大勢の皆さんの要望を県行政に必ず結びつけて実績のある活動をするのは杉山さんに与えられた使命であります。どうぞ皆さん、そのことを皆様方お一人お一人のこととして受け止めていただいて、今度のこの選挙最後までご支援くださいますようによろしくお願いいたします。
僕は政治家としては杉山さんはこれからだと思ってます。この第一歩を立派に当選させていただいてスタートを切らせていただいたならば、本当に立派な私は政治家になれると思っております。私、牧野選手も横にいて必要と決闘しながら彼を一生懸命育てていきたいと思っておりますので、どうぞ皆さんこの選挙何としてでも勝ちください。お願いいたします。絶対本部長としてお願い申し上げます。